いや、でかーい説明不要。ウルフイール。あ、なんだあれ、あんな大きい狼王がいるのか。あ、逃げるのは無理みたいだね。えい、なるようになれ。なるようになれたって。ほら、死ね。いや、ほら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 、もう怒りを掴んでくださいって言うじゃん。やつじゃないですか。やだな、もう、ウルフさん。外した。やだな、ウルフさん。そんな怒りを、うわ、突っ込んでくる、絶対に。ほら、怖い。やだ。なんで。普通に怖えな、この魚。やだ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 、怖っ。あれが弱点だろ、引っかってる尻尾。すごく硬そう。あの、炎光ってるところ、他のところより弱そうかも。グレネードランチャー失敗ですね、これ。弾がねえもの。武器編、チェンジ。あー、レベル3、オッケー。あ、弾薬箱は OK ね。武器レベル3のトリプルアクセルならまあいいんじゃないか。あー、でもさっきは、怖い。暗いところから急に出てくると怖いね。え、これどうやって避けるんだ。さっきの後ろから。あ、避けた、さすが私。思ったよりやるわね。ちゃんと当たってるのかしら。え、なに、パクパク、やだの、やだの、やだの、なんで、怖い、普通に怖い、怖いわね。あ、いや、やば、怖っ。暗闇から急に光って目が飛び出してくるって怖いね。はあ、ちょっと待って、ここ、うん、違う。まあいいや、これで終わりだ。レベル3を、うーし、図体だけでかくてもやっぱ魚だもんな。はあ、オオカミオがあんなでかいなんて。俺が失うつもりだったが、一足遅かったようだな。人間案外強いのね。ほら、向こうに大きな扉が見えるでしょ。あれが村への入り口よ。人間戦闘なんで、村の入り口だったらラモさんまでいいじゃん。なんで、え、いや、なんなら、スワムでもいいじゃん。うん。いや、いいよ。一緒に行こうよ。でも、村の入り口なんでしょ？いや、おかしいじゃん。いや、絶対におかしいよね。村の入り口に門番がいたとしたら、デイブ、え？人魚もやっぱりバカなのか。あ、ようやく村の入り口の通路に戻ってこられたか。ラモ様、鍵はちゃんとお持ちですね。はあ、想像できる。鍵ないでしょう、ラモ様。あ、鍵を番小屋に置いてきちゃった。出た。出たー、ラモ様。うわー、かわいいな。というのは冗談よ。この通り、カバンにしまってるわ。あ、よかった。引っかかっちゃったー。はあ、また連れ戻してくれと言われるのかと。さて、それじゃあ鍵を差し込んで村に戻るとしましょう。おー、よかった。もう 100% 鍵ねえパターンで、もう一体ボス倒すのかと思ったけど、
よかったー。いや、ついに魚人の里だね。わあ、出た。マッチョ。マッチョな石像だ。おお、ここが？そうだ、ここが俺ら魚人族の村なのだ。海の底にこんな場所があったなんて。いや、マジでベーコン博士大喜びじゃない？俺やっぱり門番いるじゃないですか。まだれ。逃げがどうやってここに？なんとラモ様とスワムが人間にさらわれておられたのですか。天神様が一睡も出さらずにお待ちですぞ。説明すると長くなるんだけど、この俺が説明いたします。いかにさらわれたラモ様、この俺が嘘つき。はい、嘘つき。もういいわ、パパのところに連れて帰ってちょうだい。そこで説明した方が一回で済むもの。地中海のさ、海底なんだよね。なんでこんなチャイニーズ風なんだろう。ははは。あー、ラモー、我が娘よ。どこに行ってたんだい。パパは心配で仕方なかったぞ。怪我はしなかったかい。体調は大丈夫かい。ひょっとして人間に何かされたりとは。隣にいるこの者は青いマナティを捕まえてきたのかと思ったが、よく見たら人間じゃないか。デイブもやっぱり可愛いな。一体どういうことだい、説明しておくれ。最近この辺りで不思議な現象が起きていることは知ってるよね。いきなり地鳴りがしたり、縦木のん剣んどっち縦木剣木剣木の氷が溶けたりしてるのよ。あらま、もちろん知ってるとも。パパはその原因を調べているのだ。もう2年も続いてるのよ。きっと巨人族の技術じゃ解明できないのはパパにもわかるでしょ。ああ、それはだな。古代の文献が全て消失したせいで、新しく方法を探す必要があってだな。パパ、いつまでも待つわけにはいかないの。人間は利己的な生き物だけど、技術は確かだわ。助けてもらいましょう。もう確かに利己的は否定できないな。特にダフ、お前だよ。ならん、それだけはならんぞ。人間を信用してはならん。我々の罪を汚しただけでなく、仲間たちを捕らえ、挙句の果てに展示までする連中なのだ。クズ、我が種族を虎視眈々と付け狙い、略奪しようとする人間と手を結ぶわけには。またこういう振動が来るってことは、まだ狼魚よりでかい生き物がいるんですか。そうですか、足りてえな。ほら見なさい、このままじっとしていたらきっと取り返しのつかないことが起きるわ。私が人間の身でダイオウイカにさらわれた時、このデイブという人が助けてくれたのよ。あ、さっきスワムは自分が助けたって。この人にお願いしてみましょう。人間だからって悪い人ばかりじゃないはずよ。それはたとえパパが言い聞かせても、ここの住人たちが同意しないだろう。人間の助けを得ようなどと人間を信用する者など一人もおらんからな。もしこの者が村の信頼を獲得するなら考えてやるとしよう。村の信頼ね。どうしたものかしら。まずは村人が何を必要としてるか聞いてみてはどうでしょうか。そうね、とりあえず
今日は長旅で疲れてるから、人間、明日またここに来なさい。村の住処の、ん？村の住処じゃねえ。失礼。村の住民の頼み事を聞いてあげるのよ。おお、そんな勝手な、こんな遠くまでまた来られるわけないでしょ。あんなでっかい狼王までいたんだよ。あいつバカじゃないの？なんであんなでかくなってんの？え？ん？何？その指さして、え？何？王様何？そなたが我が娘ラモンを助けてくれたなら、いかに人間だろうと見捨てることは我が種族の道理にも取る。これを使いなさい。うん、お、何ですか？ただの鏡のようですけど。この巨人族の鏡を使えば、設置した場所からこの村まで一瞬で移動できるのと。巨人族の技術だってすげえ。ひとまず鏡を持ってボートへ戻ろう。いや、巨人族すごいね。でも、文献がなくなってしまったっていうのが気になるなぁ。あ、出た。傲慢な人間代表、ダフ君。あれ？もう夜になってる。なんで？あれ？なんで？あれ？朝一番に潜ったはずなんだけどなぁ。おお、もうこんな時間、万寿司の営業時間が過ぎちゃってるな。何事もなかったか気になるし、ちょっと寄ってみよう。ん？あ、ってことは、あれ、しまった、もうだいぶ遅い時間だね。軽く後片付けでもしようっと。あー、ってことは女の子に茶漬け出せなかったな。あ、ヨシエさん。どうしましたか、ヨシエさん。いえ、帰るところだったのですが、こんな時間に明かりがついていたので。バンジョさんはもうお帰りになったようですね。最近お疲れ気味でしたから、体調を崩されないか心配です。そんなよ。では。情熱的に働く姿を再び見られて、昔に戻ったような気がして嬉しかったのも確かです。おう、そういえば昔ある事件のせいで料理をやめていた時期もあったとか。そうでしたね。あの時は本当にもう二度と包丁を握らないものとばかり。なんだろうね、気になるね。番長、料理の腕がピカイチだからな。なんでそんなことか？あれよ。ま、特に秘密というわけでもないのですけど。ただ、彼の傷がまだ癒えていないかもしれませんので、本人の前では口にしていなかっただけですよ。喉が渇きましたね。とりあえず、ビールを一本いただけますか？あ、ここでやれんのね。違う。まあいいか。やはり仕事上がりのビールは最高ですね。こうして夜の海を眺めながら飲むとなおさら最高です。ではお話ししましょう。番長さんが一時期料理をやめていた理由を。なんとなく想像はつくけどね。そう、あれは12年前のことでした。